コロポックルです。今回の動画は、サイドパーツの日よけ、これはたびたび言うてますように実験用試作用の屋根付き自転車です。サイドパーツがちょっとサビがついてますね。これつけてからも5年にもなりますけど、まあ拭けば取れます。これは、真夏この内側に黒い生地をクリップで取り付けて日よけをしてきました。今までは、夏以外、夏春秋以外は外しています。日当たりがええように、また視界もええようにということで、サイドパーツはこのように透明でありますが日よけができると。ついでに、まあ、今回このようにバックミラーですね、前には反射板がついて、ちょっと左右で1000円ぐらいのものを買うたらしっかり出ますね。あんまり安いやつを買うとちょっと風でフラフラしたりして後ろが見えにくいですが、まあ私はなくても首が回りますんで、いけますが、まああえて、楽なようにバックミラーをつけました。まあ左右つければさらに便利でしょう。ということで今回はサイドパーツの使い方、日よけの仕方、このようなバックミラーを動画にしました。